これマイク入ってる？マイク入ってる？あ、OK です。大丈夫。マイク入ってるの。OKOKOK。うん。あ、もうこれ始まってんの？あ、始まってる。あ、わかりました。じゃあスタートしますね。はいはいはい。大丈夫です。はい。皆さん、お疲れ様です。どうも、限界社畜日記のポン吉です。今日はですね、なんと、出張の動画を上げた時にですね、非常に多くのコメントをいただきまして、その中にですね、約100件ほど、出張中に一体どういったものを持ってきているのかという質問が大多数殺到しまして、YouTube のサーバーのが落ちてしまったという、事態がありました。今回はですね、それを解消すべく、今回どういったものをですね、私が持ってきているかを皆さんにご紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。お願いします。あ、今終わった。今終わりました。はい。あ、この後別撮り。あ、わかりました。はいはい。今からですね、実際に僕が持ち歩いているカバンですねの中身を紹介していきたいと思います。実際ベッドに広げてですね、まるであのみんなでホテルに泊まりに来て、でお菓子パーティーをするかのようなベッドの上で、そんな感じで紹介していきたいと思います。では早速紹介していきます。まずですね、こちらでございます。これはですね、男性が使うものですね。はい、スカルプ D ネクスト。これはあの髪の毛のボリュームアップをしてですね、ハゲならないようにしてくれる魔法のアイテムになってます。これは出張中必ず持ってきています。で続きまして、こちらですね、ボディタオルになります。あのホテルって基本体洗うこういうボディタオルってついてないところも多いんですよね。なのでこれ忘れてしまうと手で洗うことになっちゃうんですよね。背中とか届かないじゃないですか。届く人も中にはね、もしかすると手長い人いるかもしれないですけど、僕は届かないんですね。なので必ずボディウォッシュを持ってきて、体を念入りにですね、もうゴシゴシしてますね。あとはですね、こちらマスクになります。これマスクなんですけども、やっぱりあの今つけて持ってきてるマスクがちぎれたりとか、誰かに八つ裂きにされてしまったりとか、いろいろ起こると思うんですよね。でそれでないってなって、今マスクしてないとなると袋だったりじゃないですか。なんで必ずマスクの予備っていうのは持ち歩くようにしてます。あとはですね、こちらでございます。ビオレのボディシート。最近のこの時期はですね、あまりいらないんですけども、夏なんかやっぱり社畜外回りなんて汗かくんですよね。なんで必ずボディシートでケアをしているっていうことをやってました。でですね、やはりあの除菌ですよね。今これ除菌ピント合ってねえのかこれで、除菌じゃねえのこれ、除菌って書いてねえぞ。じゃいらねえな。そして続きまして、こちらでございます。資生堂のですね、洗い流さないトリートメントですね。飲むヨーグルトみたいな感じのやつですね。洗い流さないタイプのトリートメント、これで必ず、髪の毛を洗った後はトリートメント、洗い流さないやつで、次がこちらですね、ギャッツビーの、スプレーの、固めるスプレーですね。もういろんなものを固めますこれで。続きまして、ワックスですね。はい、オーシャンワックス使ってます。ちなみに私は、クレイですね。クレイっていうものを使ってます。まだまだありますね。まずこちらですね、これ何かっていうと、皆さん目薬ですね。僕視力は悪くはないんですけども、やっぱり出張中ってめちゃくちゃ疲れて、目もなんか疲れてくるんですよね。なんでもうどん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 目に目薬を差し入れる状況です。こういったあの袋、何か例えば着替えとかもそのまま入れるんじゃなくて、袋に入れて必ずしまうということをしてます。なんでこの三角にした袋っていうのも、常備はいくつかしてます。これ何かっていうと、お手紙ではなくて、あのマスクケースなんですよね。ここにマスク入れて、俺はちょっとお前らと違うマスクの持ち方してるぜっていうのを通行人にアピールするための、ちょっとこう優位に、ね、立てるようなアイテムになってます。で続きましてこちらです。これ歯磨き粉なんですけども、歯磨き粉って
基本アメニティで歯ブラシついてますホテルなんですけども、ちっちゃい歯磨き粉ついてるんですね。でなんかどこのだろうっていうのが僕ちょっと嫌で、なんでこのクリニカはもうでかいんですけど、ちっちゃいの買えるって感じなんですけど、なくなりかけのやつを持ってきてます。あとはですね、ちょっといろいろあるんですけども、まず、これですね、何度か僕の動画で出てきているあの鼻毛カッターですね。樋口カッターぐらいの威力があって、めっちゃ鼻毛がいなくなると。でこれが眉毛カットですね。眉毛カットする機械。そして、こちらですね、あのビタミン剤ですね。はい、薬物になります。必ずあのヒゲ剃りはこういったところに袋に入れて、もしねこれぶっ壊れると、中でぶっ壊れると、あのヒゲもしかすると洗ってるんですけど飛び散る可能性もあるじゃないですか。必ずここにいてヒゲ剃りも持ち歩いております。でその充電器も持ち歩いてます。あとはですね、ここに入ってるんですけども、僕もこれ前紹介した通りの、 舌ブラシっていうのを持ってきていますし、歯間ブラシですねも、あの必ず出張中にも持ってきてます。やはり歯はね命なんでね、あの芸能人とはい、ちょっとあの湿布ですね、まあ、やはりあの社畜って肩凝ったりとかもうものすごいんですよね。なんでもうもはや薬用の湿布を使ってます。出張中は特にもう全身に貼って、それが服のように見えるぐらい貼ったりしてます。これあのスカルプクレンジングって言って、あの何回かこれも動画でやったんですけど、見てください、この速度で頭皮をね洗ってくれるんですよ。やばくないですか。頭皮剥がれそうになるって思うんですけど、全然気持ちいいんですよねこれ。あとはですね、この中に、シャンプートリートメントクレンジング洗顔っていうのはこの中に入れてます。ちっちゃい感じに。カバンにもワンセット入ってるんですけど、必ず櫛と鏡は持ってます。やっぱりあの営業なので、ちょっと身だしなみはですね細かく整えなきゃいけないということで、これもあのこれもマスクと同じです。誰かにあの急にねぶっ壊されたりとか引きちぎられたりしたら困るじゃないですか、営業なんで必ず予備を持ってます。そして、こちらですね、ハサミですね。例えばなんか切りたいものって出てくるじゃないですか、絶対に。なんか絶対一日僕絶対1個切りたいの出てくるんですよね。切ります。これこれもカバンにですね、まあちょっと香水というかなんか匂いが強くないものは常備してるんですけども、なんか3兄弟のちっちゃいね、これ香水があるんですよ。あんま使ったことないですけど、なんか三兄弟なんですよね、この香水。こういったあの綿棒ですね。これは結構ホテルにあの、まあ、置いてあるんですけど、1日2本とかって限られてるんですよね。なんで、綿棒を使いてって思っても使えないんで、綿棒とかも持ってきてます。こんな感じですかね。まあ、パッと見たときこんな感じですね。めちゃくちゃです。めちゃくちゃ入ってるな。これらが僕が持ってきているものに。いかがでしたでしょうか。皆さんいかがだったでしょうか。私ポン吉はですね、あいたアイテムを出張中には必ず持ってくるようにしています。皆さんのですね、出張中のおすすめアイテムであったりとか、例えばこういったものいいんじゃないとか、逆にお前はこれ使っとけばいいよとか、使えよとか、そういったものがあればぜひですねコメントで教えていただけると、すぐですねチェックしてポチりたいと思いますので、皆さんコメントお待ちしております。では本日は以上となります。最後まで見てくれてありがとうございました。一日お疲れ様さー。